ネルチンスク条約は1689年に高規定時代の新朝突破を取る一世時代のロシアツァーリ国との間で結ばれた両国の境界線などについて定めた条約。清とヨーロッパ国家との間に結ばれた初めての対等な条約で、その内容は満州での国境を国旅行、外交安例の線に定めるというものであった。右側の薄い赤が 外満州であり、外満州の北側と西側が、ネルチンスク条約による清市とロシアの国境である。なお王線は、後の愛軍条約と北京条約によって定められた清市とロシアの国境である。赤線が、ネルチンスク条約で定められた国境である。17世紀中頃から、バシーリー・ポヤルコフやエロフェイハバロフなど、ロシア人の探検隊が国、国旅行、 ある軍側より南下するようになり、国旅行沿いにはアルバ人の要塞が築かれた。このため、清と朝鮮の連合軍がたびたび、シ度国境紛争と呼ばれている討伐を行った。清は逃亡者の引き渡しをロシアに求め、さらに、ロシア人の撤退を求めた。しかし、ロシアはこれを拒否した。清が、 討伐軍を本格的に動かし始めたため、ロシアの摂政ソフィア・アレクセイエブナトコモンのバシーリー・ゴリツンは、ヒョードル・ゴロビンを特使として派遣し、1689年にネルチンスクで、真の孫オトと交渉を開始した。ロシアは、清との交易を望み、清は、清、ジュンガル戦争中であったことから、モンゴルのジュンガルを孤立させることを望んだため、利害関係が一致し、 交渉が成立した。両国間では、言語が異なるため条約の原文は、ラテン語、ロシア語、満州語で二部ずつ作成され、清川側のアドバイザーとして二人のイエズス会員、トマス・ペレーラ及びジャン・フランソワ・ジェルビオンが交渉に当たった。対等の条約ではあったが、清にとっては有利なものとなった。なぜなら、ロシア側にとっての念願であった。 不登校を獲得できなかったからである。ロシアでは、二度のクリミア遠征失敗と、ネルチンスク条約での情報が、ソフィア・アレクセイエブナの摂政政府の威信を失墜させ、9月に、コリチンはシベリアへ留罪となり、ソフィアは修道院に遊兵された。ピョートルの母ナタリア・ナルイシキナが実権を回復し、1694年に死去するまで国政を運営した。その後、 ピョートルが申請を開始した。一方で、清市は、ロシア関係の事務を、モンゴルや内陸アジアの長工を扱う自販院で行うなど、ロシアを長工国としてみなしていた。その後、1858年の愛軍条約で、国旅行が両国の境界線となり、1860年の北京条約で、ネルチンスク条約は廃棄された。ありがとうございます。